ゲームスタジオ待ってました、これ出たかったの、これマッチ。本日はパワープロをしていきたいと思います。イエーイ、パワープロー、まあ、ホームラン、ホームラン、ホームラン。僕、そして大輝がね、元は一緒のシニアでやってましたんで、やっぱり野球には負けないぞというね、しっかりね、はい、やっていかないと。対戦していきます。行きましょう。さあ、じゃあ2人でやりましょう。あ、やじうまです。すいません、やじうまです。あ、全然そう、紹介してくれなかったです。はい、ごめんなさい、やじうまです。やじうまだ。まあ、じゃあ僕は、じゃあ、まあ、ここで。おお、強いよ。じゃあ、僕はここで。はい、今年優勝したからね、ソフトバンクね。最初のグー、じゃあ結構に、アイコンしたら、なんでここに。じゃあ僕ここで。はい、OK です。ゲージあげて。はい、大事だわ。はい、それ負けるユニット。いや、関係ないです。僕を呼んじゃあ河川敷。河川敷、河川敷。そんなのあんの。試合ずつ、オプション。あ、試合ずつでいきます。ちょっと、動画的に長くなっちゃうんで、4回、はい、で、特別延長ありのコールド7点でいきます。いやもうね、2017年の大台になってますから。ソフトバンクさん強いからね、今年優勝してる。河川敷球場で河川敷でやっちゃってるってね。こんなすごい試合。まずは1回の表、トップバッターは明石。投げました。なんで飛ばすの。スローカーブ見送って、ストライク。投球これから2球目。流星さんが上がった。流星さんがスライダーボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。投げました、ボール。慎重に攻めてきます。カウンター2ボール1ストライクです。防御率6点。打ちました、メヒア。取った。あ、さっきの打ちやすいよ、メヒア。そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。これね、実は2回目です。投げました。初球打ちました。破ってった。いや、最初に中継。試しに今宮、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。打ちました。これは2通過。源田、ボールを取る。1塁送球。アウト。ライオンズ、先制のピンチを迎えます。来ましたね。やられた。外れた、ボール。あ、第2球、投げた、インローへ、変化球外れた、カウンター2ボール。歩かしてくるね、怖いのか。投げた、見送ってストライク。ここは1球見ました、投げた、見送ってファーボール。ランナー2人を置いて迎えるバッター、デスパイネ、後半。あー、行かれた。ファイレバ先生、打球はそのまま伸びていく。終わった。左バッターボクサー6番、中村、第1球。あ、出た、肘パターン。やばくない、伸びてやばくない。はい、ピッチャー答えで、バッターは7番、上野です。ピッチャー答え。はい、ピッチャー先生さん、お願いします。え、だるすぎ。ライオンズ、ピッチャーを変え。マジでコールドあるんじゃない、これ。もう4点取られて。第9、小林さん初球を打った、1、2、2、3、ベースカバーに入る。おい、メイキング、大振りを見せました。スリーアウト、チェンジ。これさ、やばくね。1回の裏、4点を追いかけます、ライオンズの攻撃。先頭バッターは秋山。やっぱりロックオンすると第2球。全然違うよ。投げた、流し打ち、どうだ。まずはダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。源田さん来た。千賀さん、いきなりセーフティーバント。ファースト取ってタッチアウト、ツーアウト。バッターは3番浅村、第9。投げました、初球から打ってった、ライトフライ。距離は出ていません。おお、やっぱ河川敷の凄さ。ナイスバッティングです。バッターは4番中村、第1球。投げました、ボール。はっきりしたボール球。第2球、低め、外角、ストライク。第3球を投げました、3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました、完全に外れた、ボール。カウントは2ボール2ストライク。低め、見逃し三振。うぜ。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは、はい、ちゃんと菊池雄星、二段モーションしてきた。第2球、低め際どい、ボール。わずかに上がらず外れています。カウントは2ボールノーストライク。打ちました、いい当たり、右中間へのフライ。秋山取りました、これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは9番高田、第9。流し打ち、ファールボール。登場曲、第2球、投げました、打ちました、三遊間の当たり。あ、ヒットか。これは記録がヒット、ヒットです。はい、ここからまた上位打線が始まります。今日早くも2回目のバッターボックス。第9、全然ゴーンで初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー2塁に進みました、
ツーアウトランナー2塁に変わります。アウトコース低め、外れてボール、大きく外れました。投球は3球目、投げた、打ったいい当たりだ、取ってこれで3アウトチェンジ。3アウト2回の裏、4点を追いかけます。ライオンズの攻撃、先頭バッターは打った、サードの右、今宮掴んだ、ショートから2塁送球、記録はヒット。バッターは6番メヒア、第9投げた、打った、強い当たり、さらに伸びていく、あいだあれで放り込まれる、あれでホームランだよ。第9やば、投げた、打ちました、初球、ナイスバッティング、やばいんじゃないの、大吉さん、外崎、いいバッティングを見せました。バッターは8番住谷、決まった、ストライク。銀さん第2球投げた、バントしました、三塁線転がした、ファール。追い込んで投げた、変化球、住谷、全くタイミングが合いません。初球バント、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、記録はヒットになりました。さあチャンスを広げました、バットに当たりません、ストライク。投げました、打ちました、当たりそうです、ショートゴロ、セカンドフォースアウト、スリーアウトチェンジ。ホークス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは松田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った、ファールボール、打ちまくります、始めました。投球はこれから3球目、見送ってボール、カウンター2ボール1ストライクです。高めボール球あった、センター前進、はい、ヒット、ありがとうございます。ボールは中継、松田ナイスバッティングです。バッターは4番、はい、第1打席はフォアボール、1塁タッチセーフ。第9投げました、初球を打ちました、源田ボールを掴んだ、2塁送る、2塁を送るアウト、ゲッツー。バッターは指名打者、デスパイネ、膝元、縦のカーブ外れてボール、いいところですが外れています。バッターはデスパイネ、2打席連続、やばすぎ。バッターは6番中村、投げました、初球を打った、ピッチャーは1塁、3塁取った、1塁送球、記録はヒットね、記録はヒットです。一塁ランナー飛び出している、ショートから一塁送球、ファーストから二塁送球、二塁はセーフ、二塁はセーフ、絶対帰ってくると思うんだ。第9初球から打ってった、えぐないか、前進ヒット、ボールは中継、ホークス、さらに2点追加、6対2すげえ、厳しいね、これソフトバンクえぐい。バッターは8番甲斐、第1打席はセンターフライに倒れています。第9打った、バットが折れました、2塁アウト、3アウトチェンジ。また4点差にしたからね。ライオンズ、この回は2番からの好打順、先頭バッターは源田、最初のバッターボックスはファーストフォーに倒れています。投げました、このボールも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、もう完全なボール球、カウント1ボール2ストライク、投げた、インコース低め、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。投げた、打ちました、入った、伸びていった、最高、センター見送った、右バッターボックスは中村、第9投げた、打ちました、初球打ち、右中間へのフライですが、センター取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の栗山、打ちました、ファール、栗山さん、第2球、そうですね、栗山さん、投げた、打ちました、お、また投げました、ボールを取り、1塁送球、記録はヒット。足速えわ、右バッターボクサー6番メヒア、今日2打点を挙げています。打った、流し打ち、ファールボール、全然投球これから2球目、打ちました、ピッチャーの足元、ボールが転がっている、アウト、スリーアウトチェンジ。最終回いきました、最終回、ここで点差離したか、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは高田、投げた、初球を打ちました、浅村掴んだ、セカンドから一塁送球、まあね、もうこれでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って明石、今日早くも3回目のバッターボックスを迎え、初球を打った、当たり損ねのセカンドゴロ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番今宮、今日3打席目、ボール、今宮打ち方似てる、似てる、投げました、低め、ボール、カウンター2ボール、投げました、打った、ピッチャー返し、菊池、今拾った、ピッチャーから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。菊池、4回の裏、3点を追いかけます。ライオンズの攻撃、トップバッターは外崎、えぐいやつ来た、えぐいやつ来た、守護神だよ、あの優勝決めた試合、投げました、ボール、
回投げる第2球投げました打った今宮ボールを掴んだ一塁へ送るアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ランナーは8番炭谷、今日の第1打席はスイングアウト。第2球スライダーボール、ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク、打ちました。セカンドジャンプヒット。出たよ高橋さん。炭谷いいバッティングを見せました。バッターは9番金子、投げました。初球から打ってった鈍いゴロ、二塁送球、セカンドフォースアウト、ゲッツーが免れました。打順は1番に返る秋山、今日はサードライナーとショートへの打ちました。初球終わった。最悪だったー。イエーイ、やっぱり俺が強いんだよ。はい、ということで、勝者は大輝さんになりました。まあ、次はね、正義と戦ってもらいましょうよ。俺が勝つよ、正義とだよ。はい、ということで、面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まだまだこれから、ゲームチャンネルやっていくんで、なんかやってほしいゲームとか、ありましたらお願いします。ありがとうございました。バイバイ。絶対負けません、次は。